こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、 AK69 氏の日本を思う気持ちが熱い。みんな AK69 氏の日本を思う気持ちがあまりにも熱すぎて心に響くメッセージがあるっちゃが、ちょっと次のツイートば見てみて。赤髪、これだけは言っておきたい。日本はかつて強い国だった。そして賢い国だった。今はどうだろう。今30年間も経済成長していない。先進国の中ではドブイチです。30年間経済成長をほとんどしないこの国。なんでだと思う？答えは2つ。これは日本の国民性、それが起因しているということ以外なかったんだ。一つはすぐに出る杭を打つっていう国民性。そしてみんながしてるからこうしよう、そうやって判断をみんながしてるからに委ねてしまう国民性。それが大まかに言うと、30年間一切経済成長していない国として進んできた大きな理由の一つなんです。俺はこのまま行くと、日本ってものすごいまずいと思うんだよね。何がって言ったら、いろんなことがあるよ。でも俺は政治家じゃない。だからあいつがどうだとか政治家のことを言うつもりも今この場ではありません。だけどこれだけは言っときたいんだ。日本はかつてものすごい強い国だった。そしてものすごい賢い国だった。だけど今どうだろう。今30年間も経済成長してない。先進国の中ではぶっちぎりでドブイチです。30年間経済成長をほとんどしないこの国、なんでだと思う？これを経済学者が研究に乗り出したんです。だけど経済学では割り出しきれなかった。そして精神学者もその中に入ってこの研究をしたところ、出てきた答えは2つ。これは日本の国民性、それが起因してるということ以外なかったんだ。その話知ってる？一つはすぐに出る杭を打つっていう国民性。そしてみんながしてるから、みんながしてるからこうしよう、そうやって判断をみんながしてるからに委ねてしまう国民性。それが大まかに言うと30年間一切経済成長しない国として進んできてしまった理由の一つなんです。大きな一つなんです。今いろいろあるよ、マスクしなきゃいけないとか。でも諸外国見てみて、この国は子供のことを守ろうとしてないよ。子供にマスクさせて何の意味があるの？もう WHO も日本の厚労省もマスクは具合悪い人だけでいいって言ってる。だけどなんでしてるんだろう。なんかエビデンスあるの？なんかデータあんの？ないんですよ。これはモラル、みんながしてるからしなきゃいけない、それだけでしょ。それを子供に押し付けるの。黙食をしろ、大人はこんなに楽しんでるのに子供のイベントをたくさん奪って、そして子供をほったらかしてあげくどうなっていくか、それは本当に深く考えなきゃいけないことだと思う。子供を守れるのは大人しかいない。俺たちのことはもう、雑な言い方かもしれないけど、別にもういいよ。だけどこれからの子供たちを俺たちが守らないと。ヨーロッパでは感染者数があんだけ爆発的に増えた時でも子供には一切マスクをさせなかった。5歳以下の子供の致死率は 0.0% です。だからそこは子供を守ろうよ。他にもいろいろあるよ。大人たちが作ったルールに子供を乗せて苦しませるのはもうやめよう。だって子供たちは俺たちの大切な財産だから。この日本を明るくするためにも子供たちの未来を明るくしなかったら、どうやってこの国の未来を作るんだろう。大人がもうちょっとだけ
気づく必要があるんじゃない。俺が言ったって、私が声上げたって何も変わらないよ。そう思ってしまうの分かるよ。俺だってそうだけど、黙認するってことは容認することと一緒。ルールっていうのは守るものだけど、それと同時にルールっていうのは変えていくもの。そうなんじゃない。俺たちの国のために、俺たちの未来のために、未来の人間が俺たちを見て恥ずかしくない行動していこうよ。今の俺たち恥ずかしいぜ。今の俺たちを未来の人が見たら、あの時代の日本人何やってたんだってなるぜ。だからもう一度いろんなことを知ってほしい。この時代だからテレビに流れてくることが全てじゃないってことはみんな分かってるはず。事実を知るんだ。そして大切なことは何か、それを心に声を上げていこう。いいか、この日本をもう一回立ち上げ直そうぜ。行こうぜ。みんなに AK69 氏のメッセージ届いた。AK69 氏が指摘するように、日本人の国民性って右に習えで、みんながやってるからにつられていくやん。マスクにしても枠 P にしても、みんながやってるから自分もやる、そういう国民性であるのは確か。まあそういったね、国民性は変えれないかもしれない。でもね、やはり今のままでは日本は完全に崩壊していくと思う。今の日本ば見てん、とんでもないことになってるやん。このままでは未来を担う子供たちがとんでもない人生を歩むことになってしまう。だからこそ大人たちが声を上げ行動する、これが大切と思うわ。ミルキーブルーもね、影響力はないけども、こうやって日々声を上げ、みんなと共にね、情報を共有していこうと思っとりマンモス。少しでもね、日本がいい方向に動くようにこれからもやっていこうと、 AK69 氏の言葉を聞いてそう思ったわ。日本を諦めてはいけない、そういうことよね。ではご視聴ありがとうございました。それでは。